俺の選択肢は二つ。一つは、ひまわりとコスモスに協力し続ける。だが、サンちゃんの気持ちを考えるともう一つの。あなたから会いに来てくれるなんて嬉しいわ。やあ、三職員さん。急に呼び出してごめんね。まあいいわ。ここは人目につくものね。それで何の用かしら。あのさ。もしかして、お昼休みに食べ損ねた私のクッキーを食べた。サンちゃんってどう思うかな。どういう意味かしら。そのまんまの意味だよ。そういうことなのね。いやよ。私にそのつもりはないわ。そんなこと言わないでさ、一度試しにってだけでも。ありえないわね。私が一緒にいたい人は、今、目の前にいる人だけよ。俺は、僕は、君に別の人と一緒にいてほしい。あなたと、いたいわ。いいじゃないか。ほら、サンちゃんは僕なんかより全然。いい加減にしてちょうだい。なんだ三職員に告白でもしてんのかあいつ。趣味悪い。俺も同感だよ。どうして、こんなひどいことを言うの。私は、あなたと美味しいクッキーを食べて一緒にお話ししていられれば、それで十分なのに。あのさ。